日本兵庫県神戸市東灘区住吉東町、東灘区役所。国道2号に面し、庁舎には東灘消防署が併設されている。住吉東町は、兵庫県神戸市東灘区の町名の一つで、旧、住吉村域のうち、北を JR 東海道本線で、住吉本町と南尾、南を旧、魚崎町との村境をもって、魚崎西町と、 西を、住吉幹線で、住吉宮町と隔てられた範囲で、住吉川の対岸は、国道二号以北が、田中町、以南が、国道二号に近い順から港南町、魚崎北町、魚崎中町と、それぞれ隣接する。一から五丁目までがあり、東部の半高林と呼ばれる、自然堤防の内なるおみかげ線以南が一丁目、なるおみかげ線と、国道二号の間が二丁目。 西部の吉田地区で、鳴尾見影線以南が3丁目、伊北が4丁目、両地区の国道2号伊北が5丁目である。昭和44年6月1日に、住吉町古新田、鬼塚、川嘘川、道の下、宮東の各地が、住吉東町1から5丁目として、住居表示を実施し、翌昭和45年6月1日に、 住吉町担当川谷市の国鉄線以南がこれに編入された。平成17年国勢調査における世帯数は1810人、人口4075で来男性1942人、女性2133人。神戸市立住吉小学校、新神戸の町名ではこれに加え吉田、泉、求めも含むとしている。ありがとうございます。